阿久根市長の最終投票に対する有権者の審判の結果を公表する厳正な公の場であります。この点を十分にご理解いただきまして、静粛にご参加くださりをお願いいたします。なお、開票中間速報につきましては午後9時から30分ごとにお知らせする予定であります。誠に簡単でございますが、皆様方のご協力を切にお願いいたしまして、選挙長の挨拶といたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。お着席ください。ただいま選挙長からご案内の通り、8時10分になりましたら開票作業に入りますが、皆様にこの開票作業の手順などについて若干のご説明を申し上げます。まず唐突な提案を先ほどいたしました。昨日の新聞などによりますと、選挙管理委員会事務局の人事などが変更があり、不信感があるというような新聞記事もございまして、当事務局におきましては、期日前投票の箱を管理保管しておきました。3階の選挙管理委員会事務局には夜間鍵もかかりません。投票箱の鍵も係で保管しております。このような中で厳正公平に行われたことを皆さんの前で証明するために、先ほど立ち会い人4名の皆さんに期日前投票の箱のみ、賛成反対を問うことなく票数のみ確認させていただくことを全員に賛成をいただきました。8時10分になりましたら、第2の開票代表の方が会場の中に入っていただいて、他の投票箱を下げてください。期日前投票の箱のみを置いていただき、立ち会いの方々に開票をしていただきます。そのようなことを事前にいたしまして、開票の流れでございますが、